皆さんこんにちは。こんにちは。中学1年生12歳のこみちゃんことみゆと、高校1年生15歳のいーちゃんです。この放送は運転しながら、電車に乗りながら、朝の準備をしながら聞いてもらえると嬉しいです。何気ないテーマでお話をするながらにも始まります。ながらにもということで、今回のテーマは、うん、メンバーのいいところです。好きなところです。好きなところで です。いーちゃんから、叩かれました。まず、マイカちゃんですね。あ、じゃあ一人ずつさ、あのメンバーでいいこと、そういうこと、はい。マイちゃんの好きなところは、あの美意識が高くて、なんかずっとレッスン終わりとかメイクしてるし、なんか会うとめっちゃ可愛くなってるよね。だよ ね。はい、私で次、うん、私はやっぱりまいちゃんはダンスが上手くって、その次に歌も上手くって、メイクも上手くって、完璧じゃないか。女王様です。憧れの方ですね。憧れの方ね。あとなんか面白いですよね。面白いよね。ですよね。なんか場を和ませる。だよね。強いよね。強い。さすがですね。強いまいちゃんです。次リムちゃん行きます。あきなちゃん行きます。リムちゃん行きましょう。リムちゃんは可愛い。笑顔が可愛いだよね。うん、リムちゃんは、うん、笑顔も可愛いんですけど、うん、やっぱり白いのが美しいんですよ、ね、美しい、羨ましいですよね。私にとっては羨ましいんですよね。確かに。なんかリムちゃんはなんか LINE で一番話す、地味に、うん、私もリムちゃんと LINE で話すかは、いや目の方が話すと思う。いや私はあの、うん、リンちゃんは、うん、そう、リムちゃん、リムちゃんは、その一番早いんですよ、記録が。え、嘘やん。本当本当。え、あ、でも確かにめっちゃ早い時はあるけど、でも一番早いのがいいちゃん、1分以内に帰ってくる。やろ？こみちゃん地味に遅いよね。いや私早い。いや、私気づいちゃうのよ。うん、でもちょっと置いとこうかなと思って。こみちゃんだってよく既読無視するもん。いや、そんなひどくはない。そういう仲良くな。な、はい。次。次行きましょう。次、あきらちゃん。はい。あきらちゃんはなんか場を明るくできるよね。だよね。なんか MC とかさ、うんうん、すごいなって思う。なんかわからん。え、なんかよくさ、あのくっついてくるのが可愛い。ああ、確かに。なんかあきらちゃんなんか可愛い。いつもなんか、うん、そう、そういうギャップがありますね。なんかいつもなんか、うん、一人で行った時とかずっとあの、うん、後ろからその、うん、ハグしてくれるのが大好きです。可愛いですね。可愛い、めっちゃ可愛いです。可愛いです。はい、可愛いです。え、あとなんかあのりんちゃん行きましょうか。うりこ、うなぎちゃん。はい、うなぎちゃん行きましょう。うなぎちゃんは何かな、癖が強いよな。なよね、なんかそう、めっちゃ強くって、私うりこちゃんの癖が強いところたくさん見つけちゃいました。何ですか、言ってください。なんかいろいろあって、その一番がやっぱり、え、好きなダジャレある、うりこの、なんかあったっけ。待ってね、待ってね、待ってね、さ、言いすぎてさ、ちょっと待って、静かにして。ナイキはナイキ、全くない、全くない、全くない。ナイキはいいナイキ。あ、そうそう、ナイキはいいナイキ、あったあったあった、それそれ、強くからそう、それが一番面白かった。面白いんだよね。ライブのリハーサル前とか、めっちゃ一人で踊ったりしたり、な、誘ってくれるよね。そう、めっちゃ嬉しい。めっちゃ努力家ですごいなって思う。次、リオンちゃん。リオンちゃんは、リオンちゃんは顔が好き。そう、顔がタイプな顔してます。いや、メイの方がタイプ。いや、私なんですよ、それが。可愛いよな。え、なんか、めっちゃ可愛いです。なんか、マシュマロのさ、擬人化。いや、私の方がもうちょっといいこと言っていい。何言っちゃない、何、お姫様って。マイちゃんにも言ってなかった、女王様みたいな。マイちゃん女王様で、あ、お姫様、リオンちゃんは。お姫様。確かに、なんかマイメロみたいでな。そう、マイメロみたいで、すごい可愛い。可愛いよね。あとさ、あれ、デビューして間もないのにめっちゃダンス上手くて、すごいなと思う。見習いますね。はい。次、じゃあコミちゃん、私のいいところ言って。イーちゃんのいいところは、その、一番最初にお友達っていうか、すごい仲良くなりました。出すよね。それで、あの、肌も綺麗で、あのメイクも上手くって、その見習いの先輩で、あのもうちょっとメイク教えてくれたらなと思います。おお、じゃあこみちゃん声よくする。うん、する。するの？する。みゆは、こみちゃんは、なんか妹的存在だよね。なんかさ、あれやん、初めてさ、みゆが後輩のさ、ちっちゃい、あの、
できたんよ。あ、それでめっちゃ嬉しくてめっちゃ嬉しくて、うん、なんか初めて遊んだ日とか、あ、ね、そんなに遊んだ。なんかさ、お人形遊びしたくね。あのリカちゃん、リカちゃんね、あれが一番楽しくて、うん、また遊びたいなって、ね、あれで思いました。あれ遊びましょう、遊ぼうね。はい、そしてはい、基本的に、ピーちゃんと、マー君のいいところを言いましょう。マー君、はい、言って。マー君みたいに言わないの。コミちゃんは、ピーちゃんは、私ちゃんは、ピーちゃんは、優しくて、ギターが上手いと思いまして、あとギターが上手いんです、それとギターが上手いんですそう、ギターはその N スタとかによくあげててくれるんですけど、その一番心に残ったのが、ウォークだったっけ、ライブでやったやつ。そう、え、あの違う、え、あの家で弾いてたやつ。ラブ線とか弾き寄ったくんね。何だっけそれ、トゥルトゥトゥルトゥトゥルトゥトゥル、何だっけ、あ、青くあれやん、青くあれを弾いてたんですよ。ピーちゃんに、あれ見てください、あれがすごい印象に残ってます。ミュウは、ピーちゃんは、優しくて、なんかいっぱい気にかけてくれる、なんかあのよく見てくれてるくない。あ、確かに、で、なんか遠征の帰りとかめっちゃ疲れてると思うのに、なんか寝らずにさ、運転してくれてすごいなって思う。すごいですよね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。マー君、マー君行きましょう。マー君じゃねえ。はい、マー君、はい、マー君はと、いつも優しくて、釣りがうまいんですかね。あの、ピーちゃんも釣りうまいんですけど、マー君も釣りがうまいです。あと。優しい、とにかく優しいっていう存在がありますね。え、なんか目があったらさ、めっちゃ微笑んでくれるよ。それがすごい安心できる。安心できます、ながらにも。今日もご視聴ありがとうございました。にいものファンコミュニティ N スタジオでは、毎日 Twitter では見れない写真やちょっとした日常の投稿、グループチャットや生配信などをしています。不定期ではありますが、メンバーからの返信もありますので、もし気になっている方は概要欄からチェックしてみてください。またお話しします。それでは、にいものいいちゃんとにいものこみちゃんでした。せーの、バイバーイ。バイバーイ。